どうも、西成区住みます芸人ガオちゃんでーす。ギャオー。ということで今日はご当地スイーツを紹介するということで、ガオちゃんが紹介する、西成ね、越下町の中にね、すごいおしゃれなカフェがあるので、そちらに行きたいと思います。こちらでございます。緑と木のぬくもりがたっぷりの、喫茶マロニエさんでございます。こちらでございます。じゃあちょっと行ってみたいと思います。西成のど真ん中にこうアンティークのめちゃくちゃおしゃれな、渋い空間が広がっております。パスタとかのセットもあります。パスタのセットとかもあります。スイーツもいろいろあります。そして僕はこのカシスシャーベットサイダーを頼もうと思います。西成スイーツ、後輩の生ファラオの石川くんも一緒に来ております。ギャオ、どうですかここ？おしゃれすぎるでしょ。はい、結構、ここの店の中も、手作りで作ったりしてるみたいで、マジでデートで使えますね。これはすごいいいとこです。こちらはアフォガードですか？これアフォガードでございます。おお、エスプレッソの、はい、いいですね。好きなの。うまっ。甘みとコーヒーのエスプレッソの苦み、ベストマッチ。うわ、すげえ。これね、アイスクリーム左に行くかったよ。ポトンポロとして。あ、アイスクリーム入れるような。綺麗よ。これはおしゃれですね。カシスソーダシャーベット。地球一このおしゃれな。わ、自然のカシスの味がダイレクトに来て、で冷たくてめちゃくちゃ美味しいです。かなり濃厚で。自然の味でございます。ちょっとアイスもいただきます。上の、うわ甘っ。めちゃくちゃこの甘みが濃厚でかなり甘い。美味しい。うわ、これはこのアイスの甘みとカシスがこうコラボしてめちゃくちゃいい。これはほんまにデートとか行ったらイチコロですよ。これデートする相手はいるんですか？そこは野暮の話ですけどね。まあ、女の子と来たいみたいな願望はあるんですか？そうですね、またなんか彼女とかできたら一緒に来たいですね。うわ、めちゃくちゃうまい。このシャーベット、彼女とあんしやったりもできそうな感じですか？とかも全然将来的には考えていきますね。美味しい、美味しいですな。なんか手作りのぬくもりが、ね、感じます。人情の町西成がこう詰まってます。ほんまにどれ何食べても美味しいお店で、こだわりスイーツですよ。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。マジでめちゃくちゃいいですね。マジでめちゃくちゃいい。西成の、路地に佇む超おしゃれこだわりスイーツ、お昼ご飯食べれる喫茶マロニエさんでございます。ギャオ、いかがでしたございましょうか？こちら西成の喫茶マロニエさんでございます。もうここから世界観広がってますんで、ぜひ西成に来た際は来ていただけたらと思います。出て右向いたら、はい、アベノハルカスも遠くに見えてますんで、すごく素敵な場所でございますね。またありがとうございました。ガオー。